れ？歌声が聞こえる。この胸で踊る可能性のリズム。はい、ということで今回からジャックジャンヌ白田美月ルートを進めていきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみ。美月、あの人、白田先輩、歌が得意だって聞いていたけど、本当に綺麗な歌声、歌詞の情景が思い浮かんでくる。ジロジロ見ないでくれる？不愉快なんだけど。うん、ツンツンしてるね。あ、すみません。なんだ、またお前か。遅れて入ってきた新入生。はい、立花キサと言います。どうぞよろしくお願いします。はあ、女みたいな顔。え、あ、そうですかね。声も高い、体つきも華奢、いかにもジャンヌ。自分の特徴くらい自覚しとけば。優しい。すみません。はあ、僕はユニベール77期生2年の白田美月、クォーツのジャンヌでトレゾール。まあ初見だとちょっと、あ、怖い怖いというか嫌味な先輩みたいに見えるのかな。トレゾール、もう今となっちゃただ優しいというか、あ、世話焼いてくれてるんだなっていう感じにしか見えないけどね。ここじゃ歌姫って意味だ。白田先輩の歌、立ち止まって聞き入ってしまうくらい素敵でした。それで盗み聞きか。すみません。どうでもいいけど。じゃあ。ふん。ちょっと言葉にトゲがあるというか。言っちゃった。人と関わるのがあまり好きじゃないのかな。それにしても綺麗な歌声だったな。わざわざこんなところまで来ないでよ。美月が私の電話に出ないからでしょ。大した用件じゃないのよ。ああ、このイベントは白田先輩と白田先輩のお母さん、なんだか揉めているみたい。私の友達がね、あなたの歌とっても好きなんだって。それであなたに一度会えないかっていうのよ。今度その人の誕生日のパーティーがあるから、そこで一曲歌ってくれないかしら。まあふみもそうだけど、みつきもちょっと家庭環境というかね、親との関係というか。そんなことか。嫌だよ。一曲だけよ、すぐ終わるから。人前で歌うなら相応の準備がいる。そんな簡単なものじゃないんだよ。簡単でいいのよ、パッと言ってパッと歌うだけね。だから嫌だって言ってるだろ。美月、わざわざこんな山奥まで来てるのに、どうして母親の頼みが聞けないの？まあちゃんと真摯に向き合うというか、頼み方の問題というか。美月もね、嫌とは言ってるけど、そのパッと来てパッと歌うだけとかいう、そういうのが嫌なのであってね、相応の準備があるって言ってるから。トレゾールだかなんだか知らないけど、お高く止まらないでよ。私は母親なんだから、頼みくらい聞きなさいよ。たかが歌じゃない。ダメだな、美月は歌にすごいプライドがあるというか、自信というか、なんて言うんだろうな。ひどい。歌が好きというか、誇りかな、思ってるんだろうな。呆れた。子供の面倒をろくに見ずほったらかしてたくせに、利用価値があると思ったらこれか。僕はユニベール歌劇学校の生徒だ。ユニベールの名前を汚すような場所では歌えない。うん。白田先輩。ユニベールの生徒としてのね、誇りというか。美月。プライドというか。もう帰って。何よそれ。子供のくせに。なんで親の言うこと聞けないのよ！白田先輩！立花！え？何？あなた、
頬、熱い。まあ、舞台の学校にさ、通わせてるのに手はあげないよね。おい、大丈夫か？うちの後輩に何すんだよ！その子が勝手に出てきただけじゃない！他に言うことないのかよ。もういい。二度とユニベールに立ち入るな。学校側に対処してもらうから。ちょっと、私はあなたの親なのよ。行くぞ橘。待って、美月、歌は自分で歌えば。さようなら。あった。まったく、何やってるんだよ。口の中切ってるじゃないか。白田先輩がぶたれると思ったら体が動いていて、それで僕のことを押しのけて代わりにぶたれたっていうのか。しかも舞台に立つ人間が顔を、はあ、ほら見せて。くそ、あの女思いっきりやりやがったな。保冷剤これで冷やして。はい。お前がぶたれた瞬間、血の気が引いたよ。僕の親がごめん、代わりに謝る。まさかお前を巻き込むことになるなんて。あいつの言うこと素直に聞いて歌いに行けばよかったな。ああいう場所にいるような客の好奇の目が嫌いなんだ。だから行く必要はないです。え？白田先輩はユニベール歌劇学校のトレゾールなんですから。納得できない場所で歌っちゃいけません。なんかこの先美月と、まあ美月の母親と何かしらの形でこう修復、仲が修復するようなことあるんだろうか。文みたいな感じで。でもそのせいでお前が。気にしないでください。白田先輩が無事でよかったです。立花、稽古してる姿を見て骨のあるやつだとは思ってたけどさ、印象変わったよ。かっこいいんだなお前。でも無茶はするな。僕が嫌だから。いいな。はい。今日は助けてくれてありがとう。まだっすかね。ジャンヌをせかしちゃダメよ、折巻くん。鈴くんにネジ先輩、更衣室の前でどうしたんですか？ああ、白田先輩の着替え待ち。歌姫のお着替えを覗くなんて、デレカシーのないことはできないからね。繊細なジャンヌ心。ロードナイトはジャンヌの着替え中、ジャックが全員追い出されるらしいよ。へえ、なんかそういうところから雰囲気作りというか役作りっていうのしてんのかな。2年の緑川くんが廊下で一人切なく着替えているのを見たことがある。ジャックエースなのに哀愁漂う背中だったよ。なんか目に浮かぶな。立花も人前じゃ着替えたがらないよな。白田先輩ほどじゃねえけど。白田くんは徹底してるよ。おかげでジャンヌとの関わり方を学べる。まあ美月がいるおかげで貴様も立ち回りやすいんだろうな。フミさんはパッと脱ぎますけどね。かっこいい。惜しいジャンヌだよね。フミを基準にしたら白田くんクォーツを抜けちゃうよ。白田先輩がクォーツにいるおかげで私も女だってことが隠しやすくなっているかもしれない。あ、俺もここでパッと着替えちまおうかな。いやん、このストリッパー。橘くん、お札準備して。あうるさいんですけど。あ、白田先輩、着替え終わりました？見られるのも嫌だけど見せられるのも嫌だから中で着替えてこい。うっす。じゃあ僕も行こうかね。はあ、想像しいな。あ、なんか理由とかあるのかな。なんかありそうだな。お前は着替えじゃないの？私は立ち寄っただけです。じゃあさ、ちょっと付き合ってくれない？どこにですか？
喫茶店。喉が疲れたからお茶飲みに行くんだ。お、じゃあカフェ行こっか。無理にとは言わないけど。いえ、ご一緒させてください。そう、じゃあ行こう。いらっしゃいませ。ご注文は？セイロンティー、あとジャムを。ジャム？おう、紅茶に好きなジャムを合わせられるんだ。お前も頼んでみたら？メニューにある。そうですね、じゃあ。ブルーベリーのジャム。ブルーベリーのジャムにします。僕はアプリコットで。紅茶のいい香り。ジャムも美味しそうですね。小皿にたっぷり乗ってる。ジャムだけか。パンが欲しくなりそうだな。手作りらしいよ。白田先輩はアプリコットのジャムが好きなんですか？まあね、気に入ったものばっかり頼んじゃうんだ。でもお前のジャムも美味しそうだな。一口いかがですか？いいの？じゃあ一口だけ。美味しい。思ったより甘みが強くないな。これなら紅茶にも合いそうだ。今度来た時それ頼んでみるよ。お前も僕のジャム食べてみれば？いいんですか？それじゃあ失礼して。うん、爽やかな酸味ですね。後味はほのかに甘い。あれ、蜂蜜の味がする。この二人絵になるな。おお、そうそう、ここのジャム蜂蜜で味を整えてるんだ。アプリコットの方が蜂蜜の後味は強いかな。こんな風にジャムをしっかり味わうの久しぶりかも。いつも歌のこと気にしながら口にしてるから。大変なんですね、トレゾールって。名前にふさわしいレベルの高い技術が求められるからね。本来歌唱はロードナイトのお箱なんだけど、華やかな歌声を売りにしてるジャンヌ中心のクラスだから。でも今ロードナイトにトレゾールはおしなりつかさしかいない。おしなり先輩はアルジャンヌも兼ねてるから大変だと思うよ。アルジャンヌは総合力が求められるから歌だけに集中できない。ロードナイトの魅力はアルジャンヌもトレゾールも揃ってこそなんだけどね。トレゾール候補はいないんですか？実力で言うなら僕の同期のミノリカはかなり歌えるんだけど、ジャックだから。トレゾールは歌唱に秀でたジャンヌを指す言葉ですもんね。そう、歌姫だから。それもあっておしなり先輩は僕をロードナイトに欲しがっているんだよ。行く気はないけどね、めんどくさい。ロードナイトの舞台は僕がユニベールに入学しようと思ったきっかけの一つなんだけどね。へえ。じゃあロードナイトの舞台に憧れて？いや。いや。ロードナイトに若手のトレゾールがいてさ、それを見て思ったんだよ。あれなら僕にもできるかもしれないって。え？そのトレゾール歌はうまいけど芝居とダンスはいまいちでさ、それなら舞台経験がない僕でもできそうな気がしたんだ。当時の僕は早く家を出て自立したかったから。ほら、親があれだろ。なるほどね、親があれだからね。ユニベールなら衣食住が高水準で揃っているし、在学中に稼ぐこともできる。そして何より歌う環境が整っている。歌は小さい頃から好きだったんだ。家が裕福だった頃は歌の教室にも通っててさ。あーなんかちょっと読めたかもしれないな。家が裕福だった頃かってなると、両親は離婚しちゃったとかかな。親の都合で行けなくなったけど、それからもずっと独学で勉強してた。目まぐるしく変わる環境の中、歌をよりどころにしていたのかもしれない。それでユニベールに入学して早々後悔したけどね。みんな舞台にかける情熱がすごいからさ、フミさんなんか当時尖ってたし、すっ
っごく怖かったんだから。うん、なんかそういうふみも見てみたい感はあるけどね。なんかみんな優しいからさ、結構そのなんて言うんだろう、ヤンキー気質というかオラオラ系っていうのがなんかいないからさ、そういう子が。まあ舞台だからそんな不真面目っていうとあれだけど、そういう子はいないのかもしれないんだけど。それでも僕には比較的優しかったけどね。意識を変えてとにかく歌を磨いたよ。同期だろうが同じクラスの先輩だろうが誰であろうが負けないように。その結果かな、トレゾールは。ユニベールを目指したのは他にも理由があってさ。僕昔から人にジロジロ見られることが多くて、それが嫌だったんだ。じっとりとした肌を舐めるような視線を感じることもあった。男からも女からも。だからさ、いっそ見せ物になれば見られても納得できるんじゃないかと思ってね。あら領事かもしれないけど。あ、すみません、私も入学したての頃ジロジロ見ちゃってました。別にいいよ、もう。ああ、そういえばお前って何か違うんだよな。お前の視線から男も女も感じないんだ。男のお前に男も女も感じないっていうのも変な話だけどさ。尊敬の眼差しみたいな。なんていうのかな、視線にプレッシャーがないんだよね。ああ、もうこんな時間か。なんだか一人で話しすぎたな。自分のことを話すのはあまり好きじゃないはずなのに。そういえばお前も自分のことを話さないよな。ああ。お前何かと苦労してそう。話しにくいこともあるんだろう。さてそろそろ出るか。お前とお茶飲むの悪くなかったよ。また気が向いたら誘っていい？いいよ。はい。覚えなきゃいけないことややらなきゃいけないことがどんどん増えてきている。休みだけど自主練しておこう。ダンスはここまでにして、次は歌を。最終公演で主役になれなきゃユニベールにはいられなくなる。でも先輩たちや同期を抑えて私が主役？舞台や稽古でみんなの凄さを実感するたびに遠く感じてしまう。まあね、運動部、まあ本当運動部に何度も例えるけど、3年生2年生の先輩を差し置いてレギュラースタメンみたいなね。おい、白田先輩。あ、すみません、挨拶もせずに。稽古か。しかもそのスタメンの中でもさ、すげえいいポジみたいな。あ、はい。付き合う。え？いいんですか？たまにはな。ほら、やるぞ。は、はい。うん、よくなってきた。歌で感情を表現できてる。本当ですか？ありがとうございます。美月も先輩としてメキメキとこう責任感というか面倒見というか。でも声のボリュームで乗り切ろうとしている時もあるな。騒がしいだけだから気をつけて。美月もね、つい 2,3 ヶ月前はまだ1年生だったからね。わかりました、気をつけるようにします。なあ。はい。お前どうしてそんなに必死なんだ。鋭い。え？お前がユニベールの舞台が好きなのはわかるんだけどさ、それだけじゃないような気がするんだ。それこそどこかで失敗したら何もかも終わってしまうってレベルの危機感持ってない？鋭い。まさかそんなところに気づかれてたなんて。何か理由があるのか？家の事情が絡んでいるとか。緊迫感というか切羽詰まってる感じみたいなのが
出てるんだろうな、若干。ここで家の事情が絡んでるみたいなことを聞いてくるってことは、やっぱり美月、家の事情を気にしてるというか、今後あるのかな、そういった美月の家庭内事情の掘り下げみたいな。そういえば、お前から家族の話を聞いたことがないな。家族の話だけじゃない。どこの出身だとか、どうしてユニベールを目指したのかとか、そういう話、全然しないよな。それは…なあ、何かあるのか。お前、大丈夫なのか。一人で抱えて苦しんでるんじゃないのか。大丈夫です。大丈夫です。こういう時の大丈夫は大丈夫じゃねえんだよ。なんだよそのまま。舞台の上だったら、観客はお前が何かを隠そうとしてると思うだろうな。僕には話せないのか。僕はさ、人と関わるのが苦手で、いつも距離を置いてきた。でもお前なら何でも話せるような気がしていたんだ。僕にとってお前は仲のいい後輩で、お前にとってもそうだと。でも違うんだな。お前にとって僕は本音を打ち明けられない人間なんだな。そんなことは。いいんだ、どうでもいい奴にあれこれ聞かれても困るよな。わかるよ。稽古上がるから、お疲れ。城田先輩、待ってください。着替えるから。着替え見られるの好きじゃないの、知ってるだろ。城田先輩、城田先輩は私のことを信頼していろいろ話してくれていたのに。まあでも仕方ないもんな。仕方ないものはね。でも私は話せないことだらけで、隠し事だらけの私は誰かと親しくなっても傷つけてしまうだけなのかもしれない。立花。おい。はい。城田先輩。まだ稽古するの？更衣室は空いたけど。ああ。着替えます。着替えます。そう。城田先輩、もう私には関わってくれないかも。それはね、まずいんだよ。周りとの信頼関係を築くっていう条件がね。着替えた？え？城田先輩、どうして？お茶飲みに行きたいの。お前の稽古に付き合ったんだから、お前も僕に付き合えよ。いいんですか？カフェ行きましょう。誘ってるのはこっちだよ。ほら早く。はい。お前のジャンヌ声、もっと活かした方がいいんじゃないの？それだけ高い音が出るやつあまりいないから強みになるよ。ジャックをやっている時でもちゃんと稽古しておけ。わかりました。城田先輩、普段通り接してくれてる。隠し事だらけの私だけど、城田先輩の思いを裏切らないようにしたいな。